武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年信州大学の理系数学の勉強方法について話していきたいと思います。信州大学の理系数学、試験時間は学部によって120分から180分と変わってきます。で、配点も学部によって250点から600点と変わってきます。大問構成も全部で7題あり、その中から4題を選ぶ学部と5題を選ぶ学部、6題を選ぶ学部、学部によって問題数も変わってきます。では問題のレベルについて今から話していきます。信州大学の理系数学のレベルは国公立大学の中でも難易度が高めの、入試問題となっています。なので比較的レベルの高いところまで問題の演習をしておいてほしいと思います。具体的な対策方法としては、理系数学入試の革新標準編のレベルまでは最低限仕上げておくようにしてください。で、余裕があれば優しい理系数学で難易度の高い問題に取り組み、初見の問題でも、解き切る力をつけておくことをお勧めします。優しい理系数学で思考力をつける訓練をしておけば、信州大学の難易度の高い問題でも、考える力がついて、そこから、解き方を導ける可能性があります。なので優しい理系数学で難易度の高い問題まで余裕があればカバー対策をしておきましょう。最終的には過去問の中で理系数学入試の革新標準編や優しい理系数学で身につけたことをアウトプットしていってください。今回は以上です。